はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。というわけでですね、本日もアフレコ一発撮りで紹介していきたいと思います。本日のお供は世界一のバリスタ監修のコーヒーを共に旅してきました。はい、バスを降ります。そして向かう先はまたもバスというわけで理解が必要ということで、今回はこのバスに乗ってさあどこに行くでしょうか。万代フィギュアを買いに来ましたと見せかけつつの田中果樹園。はい、2015年ぐらいからですね、監督自主映画をですね、この田中果樹園さんで毎年さくらんぼ編とぶどう編を撮っておりまして、今回はですね普通にぶどう狩りに行こうかなという企画ではなく、田中さんに自主映画の小道具を借りに来ましたというわけでぶどう狩りさせていただきました。めっちゃ甘い。はい、この映像を見ていただきたいんですけども、こちらの映像は iPhone Pro Max で撮影編集、アフレコもしております。めちゃくちゃ映像綺麗じゃないですか。ちなみに iPhone をそのまま持って、はい、ここリンゴ畑。はい。iPhone をそのまま手で持っておりまして、ジンバルは使っていないのに、この手ぶれが全くないこの安定感。今スマホで迷っている方、iPhone Pro Max めちゃくちゃおすすめでございます。というわけで監督まだ食べます。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 いや、いろんな種類があって、今回はですね、4つの種類のぶどうを食べました。手を洗う場所もあります。ありがとうございます。というわけで、ぶどう狩りを堪能してきた監督は、さて次はどこに行くのでしょうか。すぐ隣にあります、万代に行ってきました。いや、空めっちゃ綺麗。見てこの映像美。素晴らしいね。すがすがしいね。はい、ここです。万代です。はい、おっさんと宇宙人がいます。キモ。はい、というわけで、ウマ娘コーナーと言いつつも何も買いませんでした、今回は。はい、というわけでですね、近くにありました、お寿司屋さん、一心というところで、お腹がまだですね、ある程度満たされていなかったので、ちょっとね、すくえてない、頑張って頑張って、よし、このお茶なんですけども、なんか自宅で飲むよりかは、めちゃくちゃ美味しいのは気のせいでしょうか。多分この、太さがあるからかな。はい、サーモン、そしてこれは何だろうな、縁側かな。うめえ。縁側ね。うまい。約ですね、1000円ぐらいですね。1、2、3、4、5、6、7、8。8貫ぐらい食べたのかな。しめ鯖。美味しい。はい、はい、ごちそうさまでした。はい、というわけで、今回のVlogは、以上となります。もう全然喋れてない。お疲れ様でした。ありがとうございました。